アルテリッカリッカリッカ。昨年10月から全10回で開催されている川崎新百合芸術祭アルテリッカ新百合初アート講座2018、2月16日土曜日には新たなる新世界の世界と題し、国内外で実力を轟かせる指揮者沼尻龍介さんと音楽評論家の奥田義道さんによる講座が開催されました。これは5月6日に昭和音楽大学テアトロジーリオ昭和でコンサート東京交響楽団と若き天才ピアニスト牛田智春の2大名曲が開催されることを記念して行われたもの。コンサートでタクトを振る沼尻さんがドボルザーク交響曲第9番新世界よりの魅力や作品のエピソードなどを紹介する内容です。インタビュアーの奥田さんの質問に沼尻さんは時折ピアノを演奏しながら分かりやすく答えていました。アルテリッカは今年で11回目、次の10年に向けて新しいスタートを切る年となります。その幕開けにふさわしいドボルザークの交響曲第9番新世界よりを演奏いたします。東京交響楽団と若き天才ピアニスト牛田智弘さんと、2大名曲、ぜひいらしてください。お楽しみに。